EMW 二輪部門のシンセオが、元 GP への参戦の可能性を検討していることを明らかにした。EMW はこれまで、元 GP に参戦していないメーカーとしては最も有名な企業だろう。以前まで彼らは自社の製品を反則する上で、元 GP が適切なプラットフォームではないと感じているという姿勢をとってきた。しかし、 昨年末に BMW モトラッドの新しいセオとなったマーカス・フラッシュは、2027年に導入予定の新レギュレーションをきっかけに、モト GP への参戦の可能性を排除しないようになった。フラッシュ・セオはドイツのモトラッドに対し、モト GP 参戦について次のように語った。 EMWM は長年にわたって元 GP の車両パートナーを務めている。EMWM のボスとして、私はすべてのレースをチェックしており、担当者のことも知っている。我々はそこにおいて、プレゼンスのあるブランドなんだ。しかし、それが我々にとって意味のあるものである必要があることも明らかだ。 だからこそ、我々はそれを注意深く検討している。私はそれを排除するつもりはない。BMW はスーパーバイク世界選手権、WSBK にすでにファクトリー体制で参戦し存在感を示している。ただこれが元 GP ともなれば、そのプログラムははるかに大きなスケールになってくるだろう。なお BMW は WSBK 以外にも、 鈴鹿八体を含むフィム世界耐久選手権やドイツの IDM シリーズなどでも存在感を示している。我々は世界耐久選手権や IDM らと、それが唯一のコミットメント先であり続けるのか、あるいは他のフォーマットも選択するかどうかにも注目している。フラッシュセオの元 GP に対する視点は、前任のマルクス・シュラムのものとは対照的なものだ。 シュラムは元 GP 最高峰クラスへの参戦については、あらゆる話を避けてきた。ただシュラムは二輪レース自体に対して熱心でなかったわけではない。2019年に WSBK へ復帰する決断を下したのも、彼のリーダーシップのもとで行われたことだ。EMW の WSBK プログラムは徐々に成長しており、 ファクトリーチームは今シーズンのライダーとして2021年王者のトプラクラズガットリオグルを獲得。復帰後初のドライコンディション勝利を目指している。フラッシュセオは BMW の高性能ロードカー部門での長いキャリアを持っており、彼のもとでモータースポーツ部門を M ブランドに統合している。フラッシュセオは自身をモータースポーツの絶対的な賛同者、 と表現した上で、さらにこう付け加えた。EMWM のトップとして、私は BMWM GMBH と BMW Motors Port を統合することを決定した。私にとって、よくできたモータースポーツがブランド力とブランドコミュニティにおける熱狂に本当に貢献しているというのは、議論の余地がないものなんだ。 なお BMW 内部では今後さらに変化が続く。イリンモータースポーツの現在の責任者でアルマーク・ボンガースが6月以降は WSBK に全面的に集中することになり、BMW モトラットのレーシング部門はスベン・ブラッシュが率いることになる。こうした変化についてフラッシュセオは、あるシリーズか別のシリーズかの決定を、早まって判断するものではない。 と語るしかし、BMW にとって WSBK が唯一の選択肢ではないとも明言している。BMW が元 g p に参戦する可能性についての話題は、2022年限りでスズキが撤退したことと無関係ではない。メーカーの減少に対し、シリーズを運営するドルナは再び6メーカーを揃えたいと考えているのだ。 前述のように元 g p は2027年にレギュレーション変更を控えている。現状判明しているのは、エンジン排気量が 850cc へと縮小され、合わせて100%持続可能燃料が導入されるという案だ。この2つの大きな変更により、新規参戦に手を挙げるメーカーが出てくることが期待されている。